はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。レジェンド動画ブログ、今日はですね、三重県伊賀市にありますホストクラブラビエンさんに。いやいやいや、ちょっと待って。ホストクラブって。じゃないんだ。いやいや、シャンパンもありますけど。いやいや、ないですね。今日はですね、三重の伊賀鉄道って皆さんご存知ですかね。近鉄の伊賀神戸から分かれている鉄道線なんですけど、その伊賀鉄道の伊賀上野駅にございます。結婚相談でラベンさんの福尾さん、社長です。あ、はじめまして。どうも。ありがとうございます。どうも。わざわざこんなところまで来ていただきましてね。本当にね、本当にもう。呼び出しされたんですよ。すごい。勝手に来たんですよ。でも本当にね、わざわざ来ていただきましたので、ありがとうございます。今ですから、我々は。いやいや、もうロロロしますんでね。もうどうです、今、ちょっとクリスマスですよね。そうですね、クリスマスですね。全然クリスマスの予想にはないんですけどもね。ね、はい、まあ街はね、確かにクリスマスムード全くないんです、ここの街ね。なぜか知らないですけども。忍者がうろうろしてます。そうなんです。忍者で有名な街なんで、こちらのお店に入るのも、カラクリのドアを、カラクリの扉を開いてないと入れなかったという1時間ぐらい入り口で迷いました、ね、でやっとここに入れたということで、ずっと回転しましたね。ずっと回転しましたね。ぐるぐるぐるまでね、ちょっと頭痛いの目が回ってね、まあ、そんなところにちょっと今日は来てお邪魔しております。見ての通りですけども、私どものサロンとは全く違いましてですね、おしゃれな、装でですね、何年ぐらいやってるんですか、ね、そうですね、結婚相談所 自体はちょうど12月で、はい、10年目になるんですね。ちょうど10年になるんですね。僕たちより1年先輩です、はい、いいえ、もうですので先輩って言わないといけないですね。いやいやいや、僕が買えるなんてネズミ先輩とでも、ね、ネズミ先輩ですか。めっちゃやめてますけどね。三重の相談さんですけどもね、私どももラベンさんとはお見合いとかもね、させていただいておりましてですね、非常にこのノリが僕たちと似てるところがありましてですね、まあそういうことで遠方ではあるんですけども、仲良くさせてもらってるということで、なんか相談所始めたきっかけっていうのが、そうなんですよね。ね、やっぱり、家でね、バーベキューをやってたりしてるんですよ。もう豪邸ですよ。いや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 、バーベキューをやってたらですね、まあ友達同士を呼び合ってたりしてたんですけども、そこでまあ友達同士がカップルになったりして、お付き合い始まったりして、その後にはですね、結婚までしちゃったっていうカップルがすごく多くなったんですよ。それでやっぱりこういった仕事はないか、何かこう、お手伝いできることはないかな、ちょっと、世話焼きと言いますか、ちょっとそういうことで、結婚相談所を始めたんですけど、それが10年前になりますね。なるほどね、はい、2008年ですね。そうですね、2008年です ね、 ですね。12月開業なんですけど、はい、うちも1年後の12月なんで、まあそこもちょっと一緒なんですけどね、まあ年末の世話しい時にね、よくこんな仕事ありえたなと、お互い言うてますけども、みたいな。やっぱりね、この仕事はね、ちょっと世話好きじゃないとできないのかなっていうのをちょっと思います。すごくお世話好きです。はい。で、大阪でお見合いになったんですね。で、梅田でやったんですけども、うちの会社は大阪の方で、で、ラベンさんの会社はもちろん伊賀の方なんですけども、はい、わざわざ来てくれましてですね、福岡さんが、仲人さんとしてね、ちょっとびっくりしましたね。いえいえいえ。昨今ね、やっぱりちょっと立ち会いしないところが多い中でもね、やっぱりこうやってね、三重から来られるっていうところが、すごい熱いなと思って、それでまあ僕たちもね、あ、この人とどうしようさやなっていうことでね、きっかけがあったんですけども、そうですね。我々もね、縁結びの仕事しますけどね、自分たちの縁もね、繋いでいきたいなって思ってますんでね。はい、なんやろね、やっぱり婚活しんどいんですよ。入ってもね、なかなかお見合いも組めない、交際になってもなんかいかへんって。そういうことの連続なんですよね。その連続の中でね、やっぱり苦しみとかね、辛さとか、そんなのをね、やっぱり我々と共有してもらわないといけないし、我々はそれを理解していかないといけないし、支えていかないといけない。その辺のお考えはすごく一緒なんですよね。だから、すごく見えのね、いやいや、でもね、本当になかなかね、そんなことない。これ、東海でも、いや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 、そんなのよろしく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 よろし
番親しくされてもらってる方の一番東端になるんですよね、あの、お子さんのところね。もうここから先はあんまし親しくないっていう。それ見てた同居さんにとったらね、あ、俺とは親しくないんだ、こいつは。いやいやいや、そのことない、そのことない。あの、そういう相談さんのね、あの仲良くこれからできればなと思ってますけど、そうです。まあ、こんなね、カエルの格好してるようなおっさんとかね、あの、このホストみたいな人ね、できるんだったらね、ぜひしてほしいなと思ってますけども、まあ、どうですかね、なんか会員さんとか、あの、これから婚活しようと思ってる方に何かアドバイスとか。あ、そうですね。ね、あの、やっぱりね、今、すごい、あと、SNS とか、あの、やっぱりね、インターネットを使って、うん、まあ、いろんな出会いの仕方ってあると思うんですけども、うんうんうん、やっぱり結婚相談所っていうのはね、うん、やっぱり仲人さんがいるっていうことで、うんうんうん、あの、安心して婚活できるのはやっぱ結婚相談所ですので、そこへ勇気を持って、うんうん、飛び込んでいっていただけたら、はい、ね、あの、必ず、ね、あの、良いご縁っていうのはね、うん、こういったもう、会話がごしてる人も、あの、助けていただけますんで、ぜひね、あの、結婚相談所もうご利用していただければなと思いますね。ですね。はい。あの、やっぱりね、あの、お互い同じ考えを持ってましてですね、楽しくやっていきたい。そうです、ね。我々も楽しくやりたいんですけど、お客さんにもね、そのしんどい、辛い、悲しいの中にでもね、楽しみがないと、次に向かっていけないと思いますんでね、そういうところが、まあ、共通の考えかなと思ってます。でね、本当にね、あの、こちらのサロンがね、ちょっとホストクラブっぽくて。いやいやいや。いますから、結婚相談所の手を出しますけど、これ夜のホストクラブになるんじゃないですか。夜だから。そうなんです。ミラーボールもある。なんかあるな、なんか、なんか出てくるかなと思ってね、ちょっと思ってたんですけどね。でも本当にね、仲人っていうのはね、あの、横の付き合いすごく大事です。でね、こうやってあの、距離は離れてますけどもね、はい、あの、実はね、先月ですね、成婚大会したうちの女性なんですけど、伊賀の男性なんですよ、あ、相手が。そうなんですね。あの、ちょっと福岡さんとの会社でなかったんですけど、たまたまですね。で、彼女、まあ、うち堺です、大阪府堺市ですけどね、堺に住んでる方で、伊賀市の男性と結婚しました、ね、結局堺が伊賀に引っ越しされて、家まで買ったっていうね。だから、しいですね、どこにご縁があるか分かんないですよね。そうですね。最初ちょっとお見合い出した段階ではね、ちょっと当時どうかなと思ったんですけど、うん、まあ、そのまま合流しちゃって、うん、あの、京都のね、有名な寺社で結婚式をね、先月、あ、今月ですね、やられたそうなんですけども、やっぱりそういうのがありますからね、これからもどんどんね、あの、見えの方とお見合いそうですね。いきたいなと、思っておりますので、はい。はあ、まあ、そうなんですけど、あなたとも全然喋ってない。いや、一人で喋ってんだと。どうぞ。いや、あの、ラビエスさんとね、あの、成婚者出したいなと。そうですね。そうですね。そうですね。だってそういう遠方の方でも OK っていう人が増えてきたような気がします。そうですね。これからちょっとね、加速度的にやっていきたいなと思います。そうですね。はい。まあ、今もちょっとね、なんかこの人どうかなって人、ね、はい。そろそろね、この後ちょっと、追所合わせ。させていただくかなと思ってるんですけども、はい、まあ、そんな感じでございますけども、はい、まあ、あの、またね、あの、今後ともよろしくお願いします。こちらこそ、はい、本当にね、今日こうやってなんか出演させていただいて、はい、もう楽しいし、もう本当にね、坂井仲人さん、レジェンドさん、本当に最高の仲人さんですよね。本当にもう、またよろしくお願いします。先輩ですからね。先輩だ。あの、来年はあの、皆さんね、これご覧の皆さんが、はい、幸せになれるように、ラベンさんの会員さんも、うちの会員さんも、みんなが、あの、来年は笑顔になるような、そんな一年になったらいいなと思ってます。はい。そんな感じでいかがでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。今日はどうもすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ラベンさんもこれで貼るんだ。だいたい2000万ぐらい入ってますね。2000万。とりあえず俺来年寝てくださいな。いやいやいや。そんな動画撮ってんのそれ。すみません、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。お土産です。もう円楽いいです。気遣うのか。いやいや、これでも